はいどうも、マムーです。今回ですね、最近秋冬に向けて買った洋服を紹介していこうと思います。今回はいつものプチプラブランドではなくですね、とめブラ、なんなら僕がね大好きなあのコモリを中心にね買っておりますので、まあ僕とね同じような趣味の方はね楽しんでいっていただければ幸いでございます。今つけてるメガネなんかはねよく質問をいただきますが、前回の動画でね紹介してるんで、よかったらご覧ください。では本編楽しんでいてください。どうぞ。イヤホンつけてました。イヤホンつけてました、すいません。じゃあまずね、最初に買ってきたアイテムを紹介していきます。それが、うわかっこいい、こちら去年のコモリ 23AW のアイテムですね。祝獣のウールのブルゾンを買ってきました。このカーキのね色味がいいですよね。僕は暖色系統をあまり着ないんですけども、普段はブラックとかグレーとかモノトーンか、あとは寒色ブルー系の色味しか着ないんですが、このカーキはもちろん暖色系統に属するカラーやとは思うんですけども、ただなんかねいいんですよ。まあ言葉では言い表しづらいけど、なんかもうそこまでね暖色していないですよね。でこう祝獣でね作られていますので、生地にこう起毛感っていうかモケモケ生地がねしてるんですよね。なんでこう陰影がこんな感じでね出やすいので、この陰影によってで黒の要素も増えて黒に合うのか、ほんまにまあ不思議ですが、暖色系統が苦手な僕でも合わせやすいアイテムになっております。生地の凹凸が生み出す陰影がこのカーキを引き締めてくれてるんですかね。なんで僕みたいな寒色専門の、ね、人も似合うし、暖色似合う人はもちろんすごく似合うアイテムになっております。でこのチャンネルではですね、普段からこうファッション初心者の方に向けても情報をね発信していますので、祝獣ってさっきから言ってますが、祝獣とは何やねんって思う方もいると思うんで話していくと、祝獣とはですね、代表的な生地でいうとウールがよくね祝獣の加工をされておりまして、この繊維に圧力や摩擦を加えて収縮させる加工です。なのでこのようにね生地がふわっとするんですよね。洋服を知らない人からすると、この祝獣加工の生地はですね毛玉やばくないとか、ちょっとその服ボロボロじゃないみたいなおっしゃる方もいるんですが、ただやっぱ僕たち服好きにはこのふんわりとしたこの何とも言えないこの生地感がすごくいいんですよね。祝獣のウールのブルゾンはこのコモリは 22AW にもあって、僕もねそれを買ったんですが、その時の祝獣の生地が結構毛足が長いネイビーの生地で、まあ、毛足が長い分よりこうモケモケ感というか難しいアイテムではあったんですが、今回カーキで毛足が短いので、そのモケモケ感を減ってより着やすさが増したブルゾンかなとは思っております。なんといってもね、このかっこいいポイントはこのディティールにもねもちろんありまして、このアンティークゴールドのこのジップですよね。このカーキとこのアンティークゴールドの組み合わせがなんといってもセクシーなアイテムで、あとはここのこの小物ね、サイドアジャスターのこの凹凸感ですね。これヴィンテージでしかないような、これ多分作ったんかな、これがめっちゃかっこいいね。もし市場にね作ったのか、市場にあるのかは分かんないですが、このデコボコのサイドアジャスターのこの金具もめっちゃかっこいい、リーカンっていうんかなこれで。まあパターンとしても割と普通のブルゾンでね、ここにヨークがあって縦の縫って横で縫うというね、この横で縫うっていうのはもうちょいこう幅が狭いとかよく見るんですけども、そんな変じゃないというかイレギュラーな縫製はされてませんよね。でアームもここにねステッチがあって、まあいわゆる普通のブルゾンです。ただ生地と小物と配色、この絶妙なバランスがね何とも言えない。コモリってね普通なんですよ。薄めでこうバーって見たら普通やん言うたら、ただ生地とか色味とかこの加工感とかこの小物使いとかいろんな要素によって絶妙なバランスをとっているっていうね、そういうところが非常に好きですね。分かりにくいけどよく見たら魅力的、いいよね。やっぱこう女性も魅力的なバディで、でピチピチの服を着てすごいきらびやかなメイクをして、髪の毛もぐるんぐるんに巻いて香水をムンムンの女性ももちろん素敵で好きですが、やっぱこう控えめで、なんなら普段とかあんまりメイクも薄くメガネなんかをしていて控えめな方、ちょっと例え出ないですなんていうかね、まあそういう派手な人もいいけど、やっぱこうよく見て、あもう無理や、
すいません、じゃあ一回着てきます。はい、こちら着てみました。すごくいいです。うわ、着やすいな。また全身は最後の方に見せますけども、軽い、とにかく軽いですね。で、軽いんですが、こうウールの生地を縮小ってね、こう縮めてるんで保温性が高いんかな。意外とね薄いんですが、冬に着てもね全然インナー次第ではやっていけんねんけども、生地が軽くドレープ感ももちろんあるので、そこが非常にいいところですね。あとサイズ1っていう、まあ女性が着るようなすごいちっちゃいサイズなので、低身長の僕でもね余裕で着れております。なんだらもうちょうどいい。袖もまあ拳ぐらいでね着替えておりますし、着丈も非常に短いです。かっこいいね。でポケットも結構高い位置にちっちゃめでねついていますので、これがよりねスタイルアップのポイントになっているかなと思いますが、やっぱねもう好きな服を着るときってスタイルアップとか正直どうでもいいときもあんねん。初デートとか彼女とかね、僕の場合奥さんのご両親と会うときとか、あとはね僕よりもすごい背の高い友達と遊びに行くときとかは、すごいスタイルアップとかをまあ気にするときもねもちろんあるし、気にしないといけないときもねあるんですよね。だらしなくしてはいけないとか。ただもうこういうね好きな服を着るときってスタイルアップってもうどうでもいいよな。これわからん。なんかたまにこう僕のこう子守とか好きな服を購入して見せるときに、なんかサイズ合ってないとか、低身長ファッションのプロならもっと自分に合ったサイズを着た方がいいぜよっていうね、暗い部屋でネチャネチャの髪の毛で口をくちゃくちゃね言いながら言ってくる人がいんねんけども、用途が違う。好きな服は好きだから着んねん。でスタイルアップしたいときはスタイルアップする服を着んねん。わかるね。もちろんね、この動画をご覧の大半の皆さんは、まあ、好きな服は好きだから着るっていうねことをしていると思うので、まあそれはね関係ないんですが、僕はねそういう髪の毛ネチャネチャのやつに苦言を呈したい。人が気に入って買ったものをドヤ顔で否定してくんだったね思いますが、まあ、このやっぱこのカーキとブラックの合わせがいいよね。まああのこういうカーキとか暖色系僕苦手ってさっきね言ったんですが、苦手な色を着るときはですねコツがありまして、中とか他の色全部ねこんな感じでね上下ブラックで得意な色で合わせてあげると、苦手な色もまとまりが出やすくなりますのでおすすめでございます。あとはこういう顔周りにねシルバーの色とか持ってきてあげたり、シルバーアクセでね持ってきてあげると低身長でも似合いやすくなりますのでおすすめでございます。ブチ切れすぎました、反省で。でちなみにこのアイテムは、ね、定価確か8万か9万かしてんけども、メルカリで5万5000円で買えた超ラッキーなアイテムですね。お譲りいただいた方本当にありがとうございます。メルカリ僕はあの公表してないんですが、アカウントを持ってて公表してへんのになぜか115人ぐらいフォロワーいます。僕のことフォローしてる人は、ね、流出させないでください。お願いします。次のアイテムはセットアップで買ってきました。それがこちらです。コモリですね。はい、すいません、またあのコモリを好きなんで買わせていただきました。こちらですね、まだ着てないんですよね。これまだ1回も理由があってね、着てない理由また別で話しますが、まだ1回も着てないのでサイズが不安ですが、サイズ1のね 23AW のデニムジャケットのセットアップですね、まあ、よくあるコモリのアイテムでして、デニムのワークジャケットでございます。非常に低い位置にポケットがついているのがこのアイテムの特徴でございまして、他の特徴で言うとですね、丸いシルエットにはなっております。こう細長のシルエットというよりかは短丈の丸いシルエットでございますね。であとはこの背面のアジャスターですね、これもついておりますので、アジャスターとシルエットとで低い位置のポケットというね、非常にこうシンプルな、ただもう薄味やねんけども素材のね味を生かしているようなアイテムでございまして、コモリのデニムは生地がいいんですよね。もちろん国内のデニムやと思うねんけども、どこのデニムやねんっていうぐらいで、ユニクロとか GU のデニムももちろんいいんですが、そこでは感じられないね質感をしております。まあちょっと言うと硬いんですが、まあ着込むほどに馴染んでいくであろうこのアイテム、非常に素敵ですね。あとはこう胸部分のここの切り替えにギャザーっていうね、こうクシュクシュってねギャザーがあるんですよ。これがおそらくかなりこう昔のヴィンテージの古着のデザインというかワークジャケットのデザインをね取り入れてるとは思うんですけども、ギャザーがすごいあります。このギャザーは別やと思うんだけど、ワークジャケットとか昔のヴィンテージのものってこの辺にギャザーがさ多いアイテムとかってあると思うに、線みたいなのが入ってるやつね、これはちょっと思うんだけど、線みたいなのがいっぱい入ってるギャザーがね多く入ってるなんか言うねアイテムがあると思うんだけど、あのギャザーって
てですね、こう昔の人は昔ってこう仕事着とかでこういうジャケットを配ってたやんか。だからこう恰幅のいい人とかももちろんね同じものを着ますんで、そういう人たちはギャザーをこう1個とか2個とかほどいて、ぶっとねこう服を大きくするために昔のジャケットはギャザーが多かったそうですね。ギャザー豆知識ってことで、うん、まあこれはこんなに細かいと違うと思うねんけどね。じゃあギャザーの豆知識でございました。裾はねタックが浅く2個入っておりますね。2個2個浅めに入っております。で裾もね結構ギャザーがさーってね入ってますね。こういうまあ細かいところのこのシワ感、まあ多分これはかなり洗い加工を強くしているから出ているものと思うんですね。でこの辺もねいい感じにシワ感がありますと。でなんでこれ1回も着てなかったというと、このあの前の持ち主の方がですね、これもメルカリで中古で買ってんけど、前の持ち主の方が猫を飼われているそうで、猫の毛がいっぱいついてて、でね僕猫アレルギーなんで、取って天日干ししたりこう猫の毛とかをね取る作業に結構時間使ったんで、まだ1回も着てないっていうね。これから着るのもちょっと怖いそんなアイテムでございますが、いやーかっこいいな。例年ですねコモリは値上がりが半端ないんですけども、このデニムに関してはまだね安めで買えますので、まあ非常に人気なんですよね。すぐ完売しちゃうんで今回はメルカリで買いました。次はこちらですね、デニムのベルテッドパンツでございます。生地がさっきのジャケットと共地の同じ生地を使っておりまして、ベルトがついてるタイプのアイテムでございます。でサイズが1でございます。これもデニムのねワークパンツをおそらくデザインソースにされております。でここのねパーツがアンティークシルバーのねバックルを使われておりまして、フロントはジップではなくボタンフライですね。僕もボタンフライ好きなんですよ。ジップの方が汎用性というかすごい便利なんで、ジップで、まあ、僕がディレクションしてるブランドシウンでもジップでアイテム出してるんですが、ほんまはボタンフライが好きなんで、ほんまはボタンフライでしたい。ただ汎用性も含めてジップにしております。あとボタン取れたら取れやすいしな、ジップに。ただまあ見た目としてはかっこいいな、ボタンが。やっぱ服って着たり履いたりするときもテンションが上がんねんけど、飾るこう見るっていうときもテンション上がる方がいいやん。テンション上がるやん服って。その時にこうボタンフライの方が見応えがあるんですよね。これ見ながら酒飲んでしまいます。でポケットがねこちらついておりますと、生地も柔らかいこう毛羽立ってるようなね質感をしてますので、まあおそらく強い洗い加工をされてるとは思うねんけど、色が染まってるっていうね、後止めなんかなこれ。洗い加工した生地を染めてるんかなかもしれんね、わかりません。こちらもね後で着ていこうと思いますが、一旦ブルゾンを羽織ってみようかな。はい、まだ1回も着てなかったんでサイズ感すごい不安でしたが、ジャストフィット最高です。これはここのバックアジャスターっていうんか、ここもアジャスターグッと絞れるんで、シルエットをね一気に変えれると、なんかアジャスターが変になってる気する。これつけ直そう。これこういうもん、こういうもんなんかな。これ着ながら調整が難しいタイプになっております。ここだけご了承ください。まあ別にいいやそんなことは。後ろのね裾を絞ってあげることによって、でこうキュッとね裾が絞られたシルエットでね楽しむことができると。かっこいいなこれ。サイズ1で正解だったこれは、うん、まあ、デニムジャケットとかブルゾンとかはサイズ1でジャストに着たいよね。シャツとかドレープ感の強いものはオーバーでもかっこいい。両方ともいいよね。これはいいわ。こちらねデニムジャケットを羽織っていました。1コーデ目です。前回ですね着用パートは靴を履いてくれへんと見てられへんっていうね、コメントが結構来たんですいません、靴履きます。横着してましたが、はい、靴を履いたらこんな感じですね。いかがでしょうか。デニムジャケットとねインナーの半袖ティーはユニクロのねスーピマコットンティーのブラックのサイズ M 着てます。後ろのアジャスターをどれぐらい締めるかまたは締めないかっていう非常にこう難しいテーマではあるんですが、いいね短いこういうデニムジャケットにカーゴパンツ、ウールの、これこそ男だ。でモカシンシューズね、ワークっぽい靴を合わせて男の秋服、これでええやん。でボタンを締めましょうか。一回真ん中にこのボタンを締めました。こんな感じです。締める場合はアジャスターは開けてた方がいいけど、まあ締めへんか、うん、締めたらへんや。こんな感じで着ております。かっこいいな。はい、こちらセットアップでね着用してみました。中が変わらずユニクロのスーピマコットンティーを着てるんですが、変わらずの理由がねありまして、洗濯の排水が今バグって水が逆流というか洗濯機使えない状況なんで、スーピマコットンティーがちょっとあったんでこれを着させていただきます。ちょっとインナーだから今日はね変わらないんですが、ご了承ください。上下ブラックで着てますね。かっこいいこれ。セットアップでねやっぱ裾のアジャスター絞ったらシルエットがやっぱむずいなってなったんで、絞らずでこうドカッとね大きめで羽織るようにしてますが、ただサイズ1なんでサイズ感はいい感じですよ。ただまた下もうちょいね切ってもストラギしてもいいかなと思うけど、まあいいわ、もうこれはこれはこれで。ギュンギュンへそ上まで上げてもこんな感じなんで、こんな感じでねタックインはせずに着ようかな。いやーこれは買ってよかったね。上下でねメルカリで8万円で購入しました。ほんま定価で買うと9万円か10万円かします。いかがでしょうか。
164センチの58キロでサイズ1を着用しております。買ってよかったね。普段はこうデニムシャツの下にデニムパンツってね、色が違うと生地が違うと合わせづらいけど、これはもう完全ブラックのデニムなんで、デニムシャツとか合わせても成立するよね。だからほんまにデニムパンツだけど汎用性の高いパンツになっていますね。かっこいいね。こうインナーも黒で全部黒やけども、トップスがね、帽子のかかったシャツを持ってくることによってこなれ感やばいな。いいね。まあ、こなれ感とか言うのはもうナンセンスやけどね、小森の服について。ただまあこれはマジで買ってよかった。いいね。デニムやけども、こう生地の落ち感というか、肌と自分とこの服との距離感がいいですよね。いい感じです。あと紹介し忘れてましたが、こちらリドムのロンティーもね、今季のものを買いました。これね、2カラーあんねんけど、両方ともね買わせていただきました。サイズ S で買わせていただきました。それだけもね短めで、なんか首丈ぐらいでね、新鮮ですよね。襟周りも結構まあ広くて、僕みたいなビッグフェイス民族のね人間が着てもこう効果がねあります。まあ、普通のロンティーと思いきや一癖あるアイテムなんで、こういうシンプルな格好でもね合わせやすいっていうのがこのロンティーのいいとこかなと思います。かっこいいね、これ。まあ僕がね、源氏さんの事務所とね協力してシウンっていうブランドをやってますので、ゴリ PR 感出てんなと思って短めに紹介します。もちろん自腹で買ってます、これはほんま。その上にこちら今回買った祝獣のブルゾンを羽織ってみようかな。はい、こちら着てみました。まあインナーも着丈短いし、ブルゾンも着丈短いんで、足長効果がもう渋滞してますね。いいわ。でこの襟元のこのゆるい雰囲気ね、で祝獣のこの色味、なんだこのトップスもね色味独特なんで、なんか何とも言えない色味になってますね。で黒いパンツで引き締めて、刺繍シウンのシューズで身長も盛れてね、完璧に近いコーデになっております。これはいかがでしょうか。164センチ58キロ28歳男性、かっこいいね。非常にいいお買い物をしました。最後にね、私ごとにはなるんですが、まあ、2月に入籍しまして、1月ぐらいかな、こう結婚指輪を市松というブランドで、ね、オーダーしたんですよ。それが8ヶ月待ちやって、9月にですねようやく完成しまして、今回こちら結婚指輪をねしております。あのベルーリアという市松のアクセサリーを、ね、扱っている鎌倉の方の店舗に行きまして、古民家を改装するすごく素敵なねところなんですけども、そのベルーリアというお店でこちらね市松のリングを発注しました。18金が確か8割ぐらいかな、違った、すいません、18金とプラチナで作られているアイテムとね店員さんがおっしゃってました。なんでほぼほぼ18金やねんけども、プラチナが入ってることによって、見た目パッと見はねシルバーなんですけども、なんか光の当たり方とか時に金に見えるのよ。この絶妙な色合いがすごく良かったです。その後にね、このシャ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 ってこの加工感もすごい気に入っております。どうしてもこう結婚指輪って綺麗めなアイテムが多いですよね。こうキラッと光るツヤ感のあるね指輪も素敵なんですが、やはりこうファッションインフルエンサーというか、また服好きとしては自分の好きなものを身につけたいということで、こちらね1万の指輪を買いました。もちろん18金っていうことで、まあ普通にこう金のね配分も多いんで、まあまあ値段はして、人生で一番高いアクセサリーを買ったかな。24万円しました。高いで、まあまあいい月収ぐらいねありますよ、24万円。ただまあマジで買ってよかったなとね思っております。ペア感は少ないんですが、このね割印というね刻印がね指輪にされてるんですよ。ピッペって線が2本入った、奥さんの分もそれがされていて、この割印がちゃんとこう綺麗に合う指輪が奥さんのしかこの世に1個しかないってことで、なんかそこでね、ペア感もこう軽く演出してもらって、非常にこう買ってよかったというか、一生大事にしていきたいなという指輪でございますね。まあ今でももちろんかっこいいし、僕がこうおじいちゃんになってもね非常にこうつけやすい指輪かなと思います。で18金とプラチナなんで、最悪ねこう僕がクローン病っていう持病があって、多分大腸がんとかで死ぬんですよ多分若いうちに多分死ぬと思うんだけど、まあ、死んだ時も奥さんがねこの指輪をまあ売るなりなんなりして、多少の生活費の足しにはできるかなっていうね、そういう気持ちもね、まあ、ちょっとだけあってこちらの指輪にしました。指輪のサイズに関しては確か 13.5 か14号で迷って14号にした気するけど、0.5号刻みで指輪を作れます。で完全オーダーなんで、まあ、低身長の方ってこう僕のフォロワーさんって結構華奢な人も多くて、指がねほんま細い人も多いんですけども、そういう方でも 0.5 号刻みでサイズ選びできますので、その点でもおすすめしやすいかなと思いますね。こうファッションリングと結婚指輪のちょうど中間っていうか、ただ高級感十分あるっていうね、服好きが非常にこう選びやすい指輪かなと思うんで、よかったら市松もねチェックしてみてください。てな感じで今回ですね、最近の購入品を紹介してきました。コモリとリドムと
1月ですね。秋冬は一番ファッションが楽しい時期ですよね。まああとでも秋冬の洋服ってこう重たいものが多いから低身長はねこう難しいと思う方もいるかもしれません。そういう時はね僕が低身長が苦手なアイテムはこう着た方法がいいよとか、あとは今季の低身長が来たら失敗しそうなアイテムとか、低身長の観点から見た今季のトレンドの解説とかもねアップしてるんで、同じようにね低身長でファッションに悩む方はぜひフォローお願いします。あとはこういったコモリとかブラームスとかアルテリアとかアプレッセ、ユーゲン、ナエスネとかその辺のブランドもね好きなんで、よかったらですねフォローしていただいて一緒にね洋服を楽しんでいければ幸いです。では今回もご視聴いただきましてらっしゃ、また次回お会いしましょう。以上アリベデルシュ、バイバイ、アッシャー。